ああ、お前こんなとこ来ちゃったよ。どうしたんすか。呼び出されたんだよ。呼び出された。ああ、この間ブレイキングダウンで外人芝居か、あの頭いいんだか悪いんだか分かんねえ、あいついるじゃん、同級生のバカ、はい、同級生のバカが、はい、原宿で企画やるっていうから、はい、ああ、そいつはそいつでも何時間も企画探してんだけど、はい、俺は俺で原宿でなんかできることないかなって、いい企画思いついたから。ああ、そうそうそう、じゃあ早速ちょっとゲスト呼んでください。ゲスト、そうだな、じゃあ同級生のバカ呼ぶよ。ヒデトラ。おめでとうございます。あざす。この間外人芝居たんだから。うん。どうにか。どうにか。右に直った。直った。まあ。ちょっとでしょ。あ、怪我したんですか。はい。あら、まあ。まあ、見てただろ、あの試合。怪我したかどうか分かんなかったですね。あ、でもよかったよかった。ここに殴られてたからね。うん。そんなトラちゃんと、今日は、この原宿で、ちょ、お前ルール知ってんだろ。はい。説明しろよ、ちょっと。お互いに服を買い合う。ああ、ウリタさんはヒデトロさんに、ヒデトロさんはウリタさんに服を、まあ、1万円と予算しましょうか。そうだな。で、お互いが最もこうダサくなる。まあ、ダサい。超ダサコーデ対決。いいね。はい、いいね。だから、ヒデトロさんはウリタさんが一番かっこ悪くなるんじゃないかと思うよ、服。で、ウリタさんはヒデトロさんを最も恥ずかしいと思われる服を。ああ、明らかにキャリーパンパンにするような、笑いに行くならやめようぜ。オッケーオッケーです。実在性があるけど、実在しそうなダサいやつ。あ、ウリタさんって私服意外とダサいんだって思われるような、あ、リアルな感じ、ね、そう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 、あ、そういうことね。意外とダサいかなってこう指摘できないレベルのね。なるほどな、うん、それぐらいでいきますか。トラのイケオジな世界観も俺ちょっと壊しに行く。あ、いいっすね、いいっすね。崩しがありますね。そうだな。だってイケダンとか言われてますから。言われてんだよ。はい、そうはいかねえぞって。あ、いいっすね、いいっすね。恥ずかしめてやりましょう。じゃあ、これはじゃあ、そのルール的には落とし入れるだけのやつはなしってことですね。しっかりダサいってことですよね。そう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 。なんか、ただ無理くりダサくしようと思ったら外国人観光客が喜びそうな詰め合わせみたいにできちゃうけど、うん、変なメガネに変な、なんかもう変な風にできるんだけど、あんまりそうすると、まあ、実際で言ったらなんとかファインドンみたいな、あんな風に無理くり詰め込んでダサく仕上げちゃうとコーデっぽくないというか、確かに確かに、お笑いだから、はい、マジでコーデしてきたらこのダサい感じっていうリアルな感じ、はい、いいっすね。で、予算がもう一度1万円1万、これそれは消費税込み、あ、込み、飛び出ちゃいけない、いけないの、いけない、いけないよ、1万円で納めなきゃいけない。小物はあり、こういうのとか、小物もあり、あり、メガネとかサングラスとか、いいね、いいね。そんで、お互いが30分別々に、トラはトラのカメラマンとコンビで探しに行く、うんうん、俺はカメラマンと別々探しに行くんだけど、30分後にそこの中央のマリオクレープの裏に神社だか公園だかあるんだけど、おうおう、2人そこで着替えて最終的に竹下通りを歩く人たちにどっちのコーデがダサいかジャッジしてもらう。え、それはマジジャッジ？マジで。マジジャッジ？マジジャッジ？ガチジャッジ。うわ、きちい。あのさ、俺外国人勝ったじゃないですか。少なからずこうちょっと知名度上がったのに落とし入れられるってことですか。叩くなら今がチャンスだろ。そうそう、はい、ヒデトラさん、イケオジですねとか言われてるけど、そのコーデだけを今日見に来た人はやべえな、ヒデトラ私服。30分で足りますか、時間、大丈夫ですか。足りる、うん、30分過ぎてもダメだし、1万円超えてもダメ。 OK です、厳しいルールで。はい、竹下通り来ましたよ。よし、いやもう竹下通り着いたから、ここからじゃあダサコーデ対決始めるということで、はい、30分後にマリオンクレープ裏の神社だか公園で落ち合いましょう。じゃあヒデトラチームとウルタチームで分かれます。行ってきます。おっ、どうですか。だから今は先手必要だから、先手必要なんだな、スピード、何でもないスピード勝負だからね。ちょっと待って、しょっぱらなんかあるぞ。これ尻尾もいいじゃないか。ちょっとこのサップ西成風の。あ、いいっすね。いいだろ、サップ西成風の。すでにこれ最初から西成さんになってるんですか。はい、天才。こうなっちゃうと、でも天才になっちゃうとちょっと近くないですか。そうなんだよな、うん、あ、そうなんだ。アクセントとして帽子の合わせ方としていいんだけど、うん、アクセントとして
本当にいそうな風にすればいいんだろ。そう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 、ようだこれ。ロック風でいくか。それも一つの選択肢ですね。ああロックテイストの。でもあの人結構今日も黒い服だったじゃないですか。結構似合ってはいるんですよね。黒がな、あいつ黒似合うよな。あいつのくせに黒似合うよな。似合ってます。ちょっと待って、これロックテイストいいじゃないか。ちょっと他も見る。うん、そうっすね。1万円だから。はい、意外とハマり症だし。これあのハンニャとか意外と似合っちゃいそうじゃないですか。あいつがハンニャだからな。そう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 。あいつハンニャだよな。はい。まだまだ洋服屋さんいっぱいありますが、ちょっと、まあ、いっぱいあるよな。はい。いたぞあいつ。結構あいつ靴下屋さんに入ってたな。あいつ靴下屋で何やってんの。あ、ちょっとこういうの、でもこういうのってキャリーパンパンみたいな。これでも女子向けじゃないですか。そうだよな。ちょっと違うような。あ、そう。だってウリタさん言ったじゃないですか、女物とかダメですよ。そうそうそうだな、そうだな。自分のこのいたずら心がどうしても芽生えちゃうんだよ。古着屋、古着屋じゃないの。ここはちょっとまともな系の。あ、そう。あ、ここいいじゃん。はい、これジーンズメイドだ、ウリタさん。ジーンズメイドだろ。うん、もちろん。ちょっと見てみますか。これ最高だな。トムとジェリーだろ。こういうのなんだよ。あ、これもいいな。あいつ白嫌そうだ。サンフランシスコ。あ、これちょっとこの袖に入ってんのいいじゃん、このこれ。ちょっとオフスプリングが著作権悪そうだな。ちょっとこれ袖に入ってる半ズボンっていう選択肢もあるんですよ。あ、でもあの人は半ズボンじゃなくて、こういうのもあるよ。でも意外と似合っちゃうような。シャツダメだな。うん、シャツ似合うよな。その今持ってるやつももしかしたら似合うんじゃないかなって懸念がちょっとありますね。マジで。うん。なんか光ったぞこれ。いいな、プレイボール。あ、秋だしね。あいつ筋肉マッチョだからよ。裸にカーディガンとかいいんじゃないの。ここでだいぶ時間ロスしちゃったな。まだ大丈夫です、大丈夫。まだあるか。大丈夫です。でちょっと見てくるわ。超かっこいいな。まだ30分なんで、あと20分ぐらいあります。あと15分に。マジか。うなぎ。うなぎやばいですね。ウリサさん来てたらかわいい。でもうなぎはさ、ズボンとかで私は、とにかく俺は背高い。フリフリとフリフリとあのフレッツどっちがいいかな。
痛いたあいつがいました。かわいい。サイズそれ大丈夫そうですか？今の T シャツも面白いし面白かった。もう一個あるな。小物も大事だから、こういうアクセントに。これを女向けだね。うん、あ、ヒデがいた。ヒデトラがいた今。嘘。どんどん。どこにいたんだよ。今の店の中。あいつすげえの探してるじゃん。いた？いた。じゃああいつすげえの探してるわ。多分買っとくは時間ねえから、はい、買ってあとは小物で仕上げるわ、はい、スカジャンあるよ。これ一番気に入ったんだけど。スカジャン可愛いね。可愛い。多分似合うと思う。似合いますよ。俺じゃないんだけど。え？誰かに？あ、そう、僕一人でやって共同対決してる。共同対決。怖いな。多分これ1万超えでしょ。そうだ、スカジャン結構するから8000か。まあ本当にもう時間がね、ちょっと行きます。これと、いそうな感じだろ。これいくら？880円。ハートもダメ。これはおしゃれだから。持ってますよ。レシート。持ってます。これちょっとまとめて、最後に1000円あるから。オッケーです。時刻は現在ヒデトラとの待ち合わせから、4分前、はい、ラスト4分前に、ちょうど1000円使い道があるので、はい、なんかいいのあったら最後にワンポイントね。そう、最後にアクセントとして、やっぱおしゃれは細部に、そうそう、細部にこだわらないと、はい、これ1000円ぐらいですか。はい、こちら990円です。ありがとうございます。ちょうどだ、本当に。ドンピシャだよ。あ、これ大丈夫です。いや、ドンピシャだぞ。あ、レシートだけお願いします。まあ、すごい。いや、こんな場合にあってもね。スパイ来たぞ。マジか？あんたら最後同じ店にいて、俺らが買うの見てたぞ。ナイスイスイス、行きましょう。何をしてるんだ、それ。俺らが買うの見てたぞ。もう時間だからな。あ、なんか綺麗になってますね。いや、しかしドンピシャだってすごいだろうね。すごい。見事に9900円かな。980円ぐらい使った。
お釣り12円。さすがあれですね、玲子さんにしつけられてるだけあって。そうそう、しつけられてんだよ、買い物とかに。しっかり、そうそう、しっかりこれで買ってこいって言われてるから。あいつら、時間も守れねえのかよ。あの、ホークアイがめっちゃ面白かったです。全部見たよ、全部見たよ、とっくにって。とっくに見たよ、嬉しいと思ってくれる。T シャツ、863円。お釣りいくらだった？1万円で。カードで払った。カードで払った。あ、そうか。まあでも。6600円。はい。863円。660円。合計8120円。おお。買い物業務。俺は、ちょうどお釣りが13円。お、すごいじゃん。9970円だった。あれ、向こうどっか行ったら嬉しい。以上ですよ。でもう一個あるよ。あ、こっちらあるのか。7137円と990円と880円とか。もう一個なかったと思ってる。こんなもん。くれなかった。くれなかった店だった。帽子屋。キャップくれなかったとか一個あった。じゃあそれ入れて9900円ぐらい。お、いいね。もうお疲れ様でした。鳥にも角にも。どうどう。じゃあおのおのどうしましょうかね。いや、ここでしっかりビフォーアフターを。ビフォーアフターで。あー、なるほどなるほど。奥で着替えて戻ってくる。東郷神社の下入り口前で。いいよいいよ。格好つけた状態で。あ、やるか。テーマと、まずテーマね、あの小物対決。うん、クマさんが可愛いから純子みたいな怖いやつがクマさんをあえて持ってくる。でそこでこのコンドームで使われるようなキャラクター、俺らは知ってるようなこれな、昭和カラーというか。うん、なるほどね。でこれはもちろんセブンの T シャツ。セブンイレブンの。いいよ。俺ちょっともう見慣れてきたわ。じゃあちょっとプレイボーイのな。これプレイボーイのカーディガンと、それとこの絶妙な膝丈の謎のハーフパン、デニム色の。それとまあこのキャップ、天才。で、メガネはキャップの赤に合わせる。おお。あれ、テーマあるテーマは。ふざけたこと言ってんじゃねえよ、お前。ふざけたことしたよ。お前、ふざけてるよ。おい、じゃあ、暴らいて。暴らいて。お前、やべえ。お前、モロッコ人にやられた傷が、お前。悪化してるよ。モロッコ人にあのピンクパンツとか言われてたけど、これで日向行ってくれ。ふざけんな。いやー、ないっすね、このヒデトロさんの格好ね。ないっすね。ちょっとまずカメラマン的にちょっとジャッジしてもらう、まずは。いやー、ウリタさん思いのほか似合っちゃってるってとこあって。似合ってる。そうなんです。こういうの急がなちょっと文句つけられないっていう。おしゃれだ。ヒデトロさんも似合ってるんですよ、肉体美に。だけど、地方にいる本当にヤバい人って言うじゃないですか。あの、お祭り会場の入り口でいろんな人声かけまくってるちょっとヤバい人。そういう感じですよね。お前は先輩でやな。はい、じゃあすみません、お姉さん、あの、どっちがイケてないファッション、ダサいファッションかなって思いますか？え？
おお。くれましたね、うん、いやでもその天才の帽子これやばいですよね。いやあのメガネと帽子取ったら大丈夫これだけやったら問題ないですか。ギリとなるやるけど、あ、マジですか。なるほど、俺ダメですか。足元足元いや、これが一番低い。パッていいですね、はい、あ俺これいけてると思ってるんですよ。大丈夫ですか。派手やなありがとうございます。ありがとうございます。